恥を釣ります。よいしょ。久しぶりにサビキ釣りとかするな。とりあえず下まで落として、落とせたかわかんないけど、ちょっと様子を見ます。お、お、来たかも。来たっぽい。ビクビクってなった。お、お、釣れた？お、ちっちゃ！ちっちゃすぎだろ。これは違うな。アジ？アジじゃない。向こうにはいないやつだ。念仏台だ。はい。とりあえず、久しぶりのお魚。バイバーイ。マジか。ちょっと念仏台か。聞いてないぞ。ちょっとなぁ。念仏台ばっかりだと困る。もう見えないから、さっきもビヨンってなっちゃいそう。これは？わぁ、念仏台だ。落ちた。え、なんで？当たっとうのに。あれ？アジかな？アジじゃない？アジだ。おーおーおー、めっちゃ泳ぐ、めっちゃ泳ぐ。やるやろ、私。やるときはやる女よ。はは！やらんとき全然やらん。違うわ。やる気がないんや。一緒や。一緒のことや。シャー、アジ釣れたで。よかったー。とりあえず一匹は。これが釣れとかないと話になりませんからね、今日は。元気がいいぞ、この子は。おお、やっぱり。あっ！あ、危ない危ない危ない。ちょっと、ちょっと、ちょ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 。よいしょ。アジ、大丈夫かな？アジだけど、ちょっと落ちたぜ。大丈夫か？生きとる。アジだ。こう、かすめる、お、来た？来たかな？あ、来たっぽいな。なんか、かすめるんだよね。わかるの？今、当たったって。いい、アジ。ナイス。映るところでやって、映るところで。ナイスアジ。ナイス。煽りが古いのよ。煽りが古いのよ。博多っ子の煽りな。そうなんや。知らんわ、そんな。いや、わからん。博多、これが博多っ子の煽りや、つって。視聴者さんからそれは違うって言われるかもしれない。わかる人にはわかる。博多生まれの人なら、今の煽りがわかると。私にはわかりません、ね。時々、フグさんが言ってる方言が、わかりません。これは年齢差の、年齢差がゆえなのか。わかんないけど。時々本当に何言ってるかわかんない。じゃん。こちら、青物用の仕掛けです。これで、こっちに、アジの尻尾の方。これ、背中の方につけて。投げていきたいと思います。絶対こっちに寄る。これがあるからかわいい。もう落ち着いてますね。
来た？来てた？アジだよ、アジ。え、取れた？今のとこ取れた？なんで折れたとこ取れてないんかい。見てました？あ、おる！でかっ！ちょっと待って、でかいよ！ちょっと待って！待って！いや、もう手で持っとっていい、携帯。それでも持っとって。ちょっと待って、待って。ちょっと待った！取れた。サオも俺と男取れんやったしさ。うん、しかも外れたし。マジか。折れたよ。って言ってくれた。手振ってくれないかなってずっと見よったら一人振ってくれた。私に手振ったんだよね。私に手振ったんだよね。出産したことないけどなんか生まれるかと思った。なんか生まれるかと思った。あー、ごめんなさい。あ、激変やった。ごめんなさい。悔しすぎる。マジか。あー、辛いよ。釣りたかった。絶対茶友さんだったら釣ってたって。もうねえ、ついてない。もっとゴリ巻きっていうか、もっと上に上げないかんやったね。できてなかったよね。
で忘れとったっていうか、うん、できんかった。できんやろね。てかさ、膝打ったんよ。めっちゃジンジンする。ずっとなんか子供生まれそうだったよね。そう思わない？私なんか生まれそうだったよね。え、ちょっと録画ボタン押してあるからちょっと見て。録画されるあ、待って、出てきた、出てきた。出てきた、出てきた。上に上げたらいいよね。かっ！うっこーあっ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 いや、また落ちてった。また降りた。じゃあさ、もっと締めた方がいい？もっと締めていい？切れない？じゃあ次ね。分かった、出てきようのが。ちょっとずっとテンションかけとったんよ。そしたら、はーって上がってきたやん。いやー、ちょっと向こうより私の方が先に疲れるかもしれん。緊張ですね。いや、でも確実に今出てきてたよ。疲れたー。大丈夫だよね。ファイティングしてるとき隣さ船通り寄ったろ。めっちゃ恥ずかしかった。膝打ってめっちゃ痛い。またあざができる。あー、もっとできてたはずなのに。上げて、巻いて、上げて、巻いて、上げてでしょ？上げてが上がってなかったもんね。そう考えたら、ほんとちゃんやさんすごいよね。えぐいんだけど。一応生物学上は同じなんやけど。女性というカテゴリーでは。一緒なんやけど。わあ、もうこの雨がもうすんごい今の私の感情を表してるよ。もうやだー。お願い、連れて、連れて、お願い。ねえ、これ逃がしたくない、逃がしたくない、逃がしたくない、逃がしたくない。逃がしたくない。わあ、すごい情けない。YouTuber なのに、釣り YouTuber なのに情けない。釣れなかった。釣り上げきれんかった。情けないぜ。何年やってると思ってんだよ。1年。ちょっと焦らずにちょっとに、あ、来た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 。ビグってなったでしょ。切れた。あ、いや、おるおる。え？あ、切れた？あ、切れたっぽいわ。切れた。多分ボロボロ。ボロボロ。水でしたんやろね。多分。ほら、触ってみて。すれまくっとね、ああ、もうボロボロだ。みんなごめん。みんなごめんな。みんなごめん。ごめん。なんですけど、もうしおちゃんふてくされる。もうやだ、ね、もう頑
って。ごめんね、みんな。はい、ということで残念ながら釣り上げることはできませんでした。ほんとごめん、みんなかっこいいとこ見せてあげられなくて本当にごめんなさい。情けないです。はい、竿はおられるわ、漏らしちゃうわ。もう散々な結果になってしまいました。はあ、せめてね竿が折れるシーンぐらいはカメラに収められてたらよかったんですけど、残念ながら撮れませんでした。もうせめてそこは映ってほしかったね。残念。まあでもあれですね、朝まざめから午前中までね、多分午前中ぐらいまでいたと思うんですけど、隣で他の釣り人さんが私のことを見てくれていたので決定的な瞬間もちゃんと見て笑ってくれたので、それでもう良かったかなと思います。いやーちょっとね、かっこ悪いところをねバッチシ見られちゃったんでめちゃくちゃ恥ずかしかったんですけど、まあなんだろう、竿が折れたからか私がめちゃくちゃ悔しがってたからかわかんないんですけど、慰めかな。実はねこんな感じでお魚たくさんいただいちゃいました。いやー本当ありがとうございます。本当ありがとうございます。申し訳ない、本当ありがとうございます。あ、ちなみにこの2匹青物かなはちょっとしれっとね隣でフグさんがルアーで釣ってる分なんですけど、それ以外は全部いただいちゃいました。ほんとねいいサイズで、もういいのって感じで、もういいよ持っていってって言って、もう心よくね言ってくださったんでいただきました。いや私この日何も釣ってないのに、おかげさまですっごく豪華な夕食になりました。めっちゃ美味しかったです。はい、次こそはね自分で釣ったお魚さんを食べたいですね。もうあんなにラブラが湧き立つ日はないかもしれませんが、今シーズンもう一回ぐらいは行きたいね。悔しい、リベンジしたい。ちょっと最近忙しくてなかなか行けるタイミングちょっとないんですけども、諦めずにまた挑戦したいと思います。次こそちゃんと竿を立てて巻いて竿を立ててね、かっこよく決めたいなと、あとちゃんと漏らさないように踏ん張りすぎないようにしたいと思います。皆さんもね青物を狙うときは気をつけてね。まあそんなことないか、ないだろうな、すいませんこんなやつで申し訳ない。あーやばいやばい、ちょっと喋りすぎちゃった、ごめんなさいね。本当に長い動画なのに、ただでさえ長い動画なのに最後おまけ動画がめちゃくちゃ長く喋っちゃって申し訳ない。この瞬間まで最後まで見てくれてるそこのあなた、本当に本当にありがとうございます。これからもちょっとねこんなやつなんですけども、よかったら応援していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。あとまだチャンネル登録してないよって方はぜひチャンネル登録と、そして高評価、そしてコメントですね、ぜひお願いいたします。コメント待ってます。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。